疲れ。おお、お疲れ。あのさ、連れも一緒なんだけど、いい？連れ？え？え？ええー、え？うわうわうわ。ええー、あ、え？そっちは？ええー？こいつフィリックスって言って海外からの留学生なんだけど、とにかく俺らの常識が通じねえっつうか。いやいや、常識がどうとかの前に、この子そもそも世界観が違うんじゃ。世界観？ほら、俺たちと同じような扱いが難しいタイプの動物っていうか、とにかくこの子が留学生っていうのを受け入れるのはちょっと無理がすよね。こいつボディータッチ多めの国から来た留学生だろ。受け入れてる。いや、それがよ、どっから来たのかよくわかんねえんだよな。よし、よしゃ。てかさ、よしよし、さすが海外の留学生っつうか、さっきから動きが俺らと違くて、なんか滑らかなんだよな。そりゃそうでしょう、この子だけ世界観が違うんすから。にゃあ、聞いたことのねえ国の言葉喋ったぞ。いや、だから喋ったっていうか泣いたっていうか、そもそも喋れない。おい、おめえさっきからシティばっかしやがって。今は異文化も受け入れていこうぜって時代だろうが。いや、逆になんでこの違和感をすんなり受け入れられるんすか。うし、とにかくこいつは俺たちの仲間になったってことで、商店街案内してやんよ、フィリックス。よし、行こうぜ、フィリックス。ちょ、どう思う？あの違和感。え？何の話？マジか。この猫できるっす。コラボキャンペーン実施中。詳しくはフィリックスロペで検索。